ーの森川さん。はい。いや、皆さんこんにちは。どうも、森川俊之です。声優の森川俊之です。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、ゲストって言わないでください。もう僕身内だと思ってるんで久しぶりに帰ってきました。ただいま。お帰りなさい。ありがとうございます。はい、わー、素晴らしい天気。はい、暑い。いつも思うんですけど、はい、あ、本当に鬼子十郎祭りは天気にすごい恵まれますよね。そうですね。午前中降っても午後晴れて道明寺できるとか、今まで道明寺の場合開催しなかったことはないんですね。ないんですよね。今年だとコロナ禍でできなかったんですけども、天気列はなかったんです。はい、いや、皆さん本当に多くの皆さんがこのコロナ禍前のもうその熱気そのまま、そうですね、なんかこう再現されているというか、それ以上かもしれませんね。そうですね、はい、マスクされてますけれども、もうそれぐらいですよね、違いは。そうですね。いや、素晴らしいですね。これはやっぱり白石というですよ、この土地のこの魅力と、それからこの鬼子十郎祭り、はい、ね、森会長も含め、佐藤さんも含め、こうもうね、皆さんが一致団結して、はい、もう全国から集まってくださる、ね、お手伝いしてくださる皆さんも含めて、この会場の皆さんも含めてですけれども、はい、何か絆をすごい感じます。ありがとうございます、ね、会えなくてもやっぱり開催するよって決まったら、これだけ多くの皆さんが集まってくれるっていうのは、はい、本当に白石って素晴らしいところだなというふうに思います。ありがとうございます、はい、皆さんは白石氏とこの森川さんのご縁、皆さんご存知だというふうに思いますが、実は、株式会社カプコン様の戦国バサラというゲームがありまして、その片倉小十郎の声優として、森川さんが演じていらっしゃって、そのご縁から実は平成26年から白石のアンバサダーとして、森川さんにご就任をいただいておりました。そこでですね、実は皆さんにもぜひ後押しをいただきたいんですけども、実は森川さんにお願いしているこのアンバサダーの任期がちょうど切れます。それで再度森川さんに白石のアンバサダーをお願いしたいと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。本当にありがとうございます。皆様からも大変大きな拍手をいただきましたので、改めまして森川さん、引き続き白石のアンバサダー、お引き受けいただけますでしょうか。いや、もう断れないじゃないですか。もう本当皆さんありがとうございます。頑張ります。もう温かい拍手ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは言葉をお借りしまして、森川さんにアンバサダーの委嘱状をお渡ししたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。委嘱状、森川俊之殿、白石市アンバサダーを委嘱します。令和4年10月4日白石市長山田雄一、よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張って務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。このように森川さんはこれまでも白石市のアンバサダーとして、本当にさまざまな東日本大震災もありましたが、本市の復旧復興に多大なるご尽力をいただいておりますし、この場を借りて深く感謝申し上げますとともに、今後とも森川さんの大きな応援をいただきながら、白石市の発展を市民の皆さんと一緒に掴み取っていきたいと考えておりますので、森川さん引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張ります。実は白石市から森川さんにプレゼントの方も準備しておりますので、今準備させていただきますね。プレゼントまでありがとうございます。はい、何だろう。
この袋の中にはですね、白石さんの笹錦、もう新米が取れましたので、笹錦が入っております。またこの白石さん笹錦を使った美味しい笹終点の日本酒も入っておりますので、合わせて森川さんにプレゼントさせていただきたいと思います。どうぞ森川さんお受け取りください。ありがとうございます。あとそれからですね、先ほど日本郵便株式会社様から、クレーム切手をいただきました。で、森川さんにもぜひプレゼントしてくださいというお話もいただきましたので、合わせましてこの今回の鬼越ユーロ祭りの記念しましたクレーム切手も贈呈をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここでやる。すいません、私の方から、はい、鬼越ユーロ祭の公式グッズをプレゼントさせていただきたいと思います。まずこのシリコンバンドですね、はい、これ例年、作ってるんですけども、でまあ、色を変えたりあとデザイン変えたりして、はい、作っております。こちら赤と黒セットです。赤と黒かっこいいですね、はい、ありがとうございます。こちらがセンスですね、オリジナルセンスです、はい、今日は暑いので早速使わせていただきます。いいですね。あと、タオルがですね赤黒セットです。ありがとうございます。今日は暑いので早速使わせていただきます。あと、この、手ぬぐいなんですけれども、これ構わぬのコラボ手ぬぐいで、今年から作らせていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。あと、これはちょっと、まあ、嫌がらせじゃないですけど大変重い、うちの会社で作ってる味噌と醤油ちょっと重いんですが、はい、大変申し訳ない。ありがとうございます。いつも本当にいただいておりまして身となっております。私も、はい、ありがとうございます。マスク取った方がいいですね、はい、ここはね、はい、皆さん森川さんにこのように盛り上げて、いただいて、おりますが、実は明日もですね、大事なイベントがございます。明日夕方5時からホワイトキューブにおきまして、森川さんのトークイベントが行われます。実は今回森川さんの本当に大きな、お力添えをいただきまして、先ほどカプコンさんの戦国バサラというお話をさせていただきましたが、戦国バサラで、真田幸村役の声優さんの星総一郎さんにも明日ホワイトキューブにお越しいただきまして、森川さんと星さんのトークライブが行われます。こちらのチケット2000円というふうになっておりますが、2万円以上の価値がありますので、本日もチケットお買い求めできますので、ぜひ多くの皆様明日、5時からホワイトキューブにお越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか白石城売店の二の門の前あたりという、はい、チケットを販売しているらしいので、はい、もし興味のある方はですね、明日17時からホワイトキューブで、スタートしますので、ぜひですね、面白い、楽しいイベントだと思いますので、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、まあ星君といえば、星総一郎さんといえばね、真田幸村といって、はい、ね、まあその役もね、バサラでやられてるんで、もう本当にそういう意味ではもう白石とはもう切っても切れないこう間柄なので、はい、まあ盛り上がること必死だと思いますんで、そうですね、ぜひですね、まだチケットをね手に入れてないという方は手に入れて、明日またお会いできればなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さて、すいません、ここから僕の仕切りで申し訳ないんですけれども、はい、毎回毎回私東京の方で森川檜山のお前らのためだろうというですね、声優のトークライブをやってまして、まあコロナ禍でですね、なかなか開催ができなくて、配信の番組になったりとかしてしまってたりとかだったんですが、はい、募金を、いつも通り、義援金として、やらせていただきまして、今日お持ちしましたので、もしよろしければですね、ありがとうございます。現金をですね、受け取っていただければというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。厳重に私が、はい、2000
11年の、ね、震災以降、私あの東日本大震災復興支援プロジェクトというものをやってまして、代表を務めさせていただいております。で、毎回イベント会場で募金箱を置いてですね、皆さんのご協力をいただいております。その義援金でございます。では秘書、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大切に活用させていただきます。誠にありがとうございます。森川さん、このように東日本大震災もう11年が経過しましたが、ずっと白石市のためにさまざまな活動をしていただいて、チャリティーのイベントであったり、このような募金活動をずっと継続していただいております。改めまして、白石市民を代表して森川さんに心から感謝申し上げますとともに、森川さんの今後ますますのご活躍を皆さんと一緒にお祈りしたいと思いますので、皆さん森川さんに盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。声優の森川は白石のために頑張っております。ありがとうございます。森川さん、山田市長、森会長、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお送りください。では、皆さん、いよいよこの後、メインイベントでございますので、どうぞ楽しみにお待ちください。森川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、楽しんでください。